どうも、アズムです、今回はですね、こちらヴィンテージコレクションモール VCM さんに来ております。日本最大級のヴィンテージの祭典ということで、日本全国の、ヴィンテージショップですねが一堂に集結して、イベントという形で2日間ですね開催されているんですけども、いいなと思うお店とかいつも行ってるお店とかが一気にこう集結してるんで、これに合わせて多分商品とかもご用意してくれてると思うので、いろいろお店見ていきながら普通に買い物していこうかなと思います。それでは行ってきましょう。広いね。150店舗、やば。なんかこっちから見ていくのがいいみたいなんで、スイートハート10、その2つなんだ。マーズですね。パタゴニアが軍のために作ってたやつ。こっからエコワックスができたと言われてます。そう、あ、でも結構ちょい安ですね。気持ち安めな気がします。よろしくお願いします。お願いします。あれもう、ライブですか？編集動画です。あ、編集動画、はい、いいですか？はい、よろしくお願いします。あ、キューティー、キューティーなんですね。出てます。なるほど。お店出すことになったんですもんね。あ、はい。これは何て読むんですか？あの、キットヴィンテージ。キットヴィンテージ、はい、青山で。お、青山。ゴールデンウィークぐらいに。あ、もう場所も完全に決まってるんですね。はい、決まりました。おー、おめでとうございます。まあ、奥まった場所なんですけど、すいません すいません今ちょっと一旦本人来てから行こうと思ってすいません、したワンオブゼムさん、前橋の。僕めちゃめちゃ好きで、バンドティー扱ってて。そっか、よく行ってたりとか、いいお店が、もう好きなお店が集まってるみたいな感じですね。そうですね、かなり多いですね。なるほど。それこそリードさんとかもまだ見れてないんで。欲しいな。ね、それいいんじゃないですか。これ何サイズですか？サイズ4ですね。いいですね。これはめちゃめちゃハズさんサイズかなって。ハズ君にそれいつかサンプルで何か作る。いや、作りたいですね。これベルスタッフ製のやつ。はい。わー、やば。これもともとついてるんですか？これはこの、あ、たまに、まあ、ついてるのもたまにあります、ね。あとこれがついてるのも珍しいですね。シューティーさん。あー、なるほど。ベルスタッフが納品してた。なるほど。まあ、これがレアですね。なるほど、はい。確かに見たことないですもん、ベルスタッフ製のやつ。似合わないはずがない。いい感じ。毎歳だね。毎歳ですね。着れる季節は長いんで、この冬でもこの時期でも。いやー、欲しいな。え、ゆうじろうさんいるんじゃない？こんにちは。おー。アズムチャンネルです。あ、どうも。IKEA の制服着てる。あ、これ70年代。ここに。あー、いいな。黄色で。ちょっとごめんなさい、今バタバタで。了解です。また後で来ますね。もうあれ、かわいいラグ。こんにちは。それも売ってるんですか？これも売ってます。これとこれ2枚や。あ、2枚。はい、両方とも売ってます。めちゃくちゃかわいいんだけど。よかったら触ってみてください。あ、いいですか？え、YouTube なんですけど、撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。わー、かわいい。いいな、ちょっと欲しいんだけど。これちなみにおいくらなんですか？18万円。おお、まあまあまあ、パッと買えますね。いや、パッと買えるのはなんか印象悪いのよ、それ。はい。あ、そうなんですね。あ、本当だ。あ、美味しそう、カレー。スパイスカレーだ。小木さん今起きたって。あ、おはよう。あ、おはよう。かわいい。小木さんは？小木さんはね、今起きたって。あ、そうなんだ。うん、もう撮ってる。一緒に見ていこう。なんか、あの、あちらの方にですね、うん、あの、なんかあった。エルメスがあって。ああ、ちょっと先見ていいですか？そう、先に。先見ていいですか？個人的なやつでしょ、それ。個人的なやつです、本当に。こちらが。あ、なるほど。あ、やっぱ、ここはみんななんかね、おすすめしてくれてます。あ、そうなんですね。あれ、タンタマールなんですよね、多分。タンタマさん持ってないの、これ。いや、僕は持ってないですね。サンケルじゃない？
3桁ですね、おそらく。え、お値段とかつけますか、なんかの。税込み100万円で。あ、じゃあちょうどっすね。あ、ちょうどっすか。思ってるじゃん、安かった。別に安くはないです。男性じゃつけれないサイズだと思います。あ、そうなんですね。なるほど。つけれたらもう一発ちょっといけるんですよね。そうですよね。どのブースの人もみんな、はい、リードさんが やばいっていうのをすごい教えてくれるんですよ。リードさんがやばいんですね、うん、リードさんはどちらにある古着屋さんなんですか。あと、すみません、リードさんは、広島の。広島県の、はい、あ、じゃあ結構遠いところから。名店ってことですね。でも確かにラインナップやばそうですね。ラインナップやばそうですか、うん、下にコンバースとかもいろいろあって。 USA のやつかな。じゃあそうですね、結構ございますね。めっちゃ綺麗ですね。状態がめちゃめちゃいいです。すごい綺麗。悩んでまうな。あ、ビッグマックだったら買えるかな俺にも。あ、ビッグマック、うん、タンタマーレじゃなくて大丈夫。タンタマーレじゃなくて大丈夫です。でもちょっとちっちゃいかな。タンタマーレじゃなくていいんだ。マーズや。あ、マーズや。あ、マーズだがありますね。あ、僕こっちかな。わ、しかも今欲しいちょうどハフボールベストです。あ、へえ。ちなみにおいくらか。5万9800円ですね。全然買える値段。うん、これは持ってるんで、まあこんぐらいですよね。うん、ダスパーカーもあります。こっちがまあね、本体です、ね。まあこっちがそうです。本体です。マジで欲しくなってくるんだ。あ、本当にそうですね。なんか思ったより広いですね。めちゃくちゃ広いよ。うん、僕カーブゲームの大会でしか来たことなかったんですけど、はい、あー、こんにちは、アームズさんです。あ、お世話になってます。僕一回撮影させていただいたことがあります、はい、僕も撮影させていただいたことがありました。ありがとうございます。こちらこそ。あ、でも結構いっぱい持ってきてくださってますね、うん、服が。あ、カーディガンとか。カーディガンね、ちょっと今結構需要が高そうな。高そうです、うん、秋口からね、切れますから。レザーとかも結構強そうなのが多いですね。強そうな。うん、強そうでございます。でもやっぱりあれですね、デニムは多いですね。デニムがね、なんかやっぱ多いみたい。今日横浜でここが一番デニム多いかもしれないですね。本当？これはもうちょっといっぱいありすぎて悩んじゃいますね。いや本当に、なんか全部見たいんだけど、動画で全部見てたら本当終わんなくなっちゃうんで。確かに確かに。まあ、スペイだよ。スペイ？あ、本当だ。でもなんかスペシャルそうなスペイのかかり方ありますね。そうですね、ただならぬスペイそうで。ただならぬスペイですね。ちょっとやっぱ長いやつが最近気になりますね。いいっすよね、気分的には合いそうっすよね。70年代。めちゃめちゃ前ですね。めちゃめちゃ前です。これオランダ軍、オランダ軍のメディカルバッグだそうです。メディカルバッグ、これにじゃあ入れるんですね。医療キットかな。あ、結構邪魔だね。あ、本当ですか。びっくりした。鏡の前に立つ人っているんだね。あんまりいないんだ、うん、かわいい、うん、これ8800円。あ、いいですね、うん、なんかボーダーのカット層がいっぱいあって。これも軍じゃないですか。ロシア軍です。うん、これ持ってたわ昔、着てたロシア軍の。お値段だけ見ていいですか。スペインの、すいません、99,000円です。あ、90年代だそうです。そんなに古くないんじゃないですか。僕正直あんまり古すぎると匂い取る気になっちゃう。確かにこんぐらいがいいよ。うん、ちょうどいいですね、うん、あ、もう全然本当になんもない。なんもなくはないでしょ。いや、本当になんもなかった。ほら、はい、で、あ、すごい、なんもないよね。なんもないです。無臭です。すごい。あ、こちらがバッツアップさんですね。はい、こんなですね。うん、あ、ピックアップストア向こうです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。なんかあったのかな？なんかあったのかな？よく見てる。おお、ちょっとお安くなってますよ。あー、2なんですね。かわいい。なんて書いたの？トイトリーで釣り込みすぎなの。結構欲しそうですね。ちょっと欲しいな。状態もなんか色あせてるだけだったもんね、いい感じに。ああ、アキラも、ね、好きなんですね。トイストーリーの方でもやっぱ好きそうな顔してたんだ。はい、ということで、VCM 見てきました。はい、どうでした。あ、もうでもすごい、本当に目移りすごいする。あの、いい意味で。あの店だ、あの店だってなっちゃうんで。そうですね。あと、全国のお店が一挙に集まってるっていうのが一番面白いポイントだなって思いました。いくつか、なんか20万円ぐらいするやつが2、3点欲しいのがあって。買うの。すごいね。めっちゃやば。買えないからどうしようって今すごい悩んでます。30万と20万だったんですけど。どっち。30万だったら。いや、きついっすね。VCM の予
様子は中山さんのチャンネルでも動画上がっておりますので合わせてご覧いただけると違う店舗とかね、そうですね、ぜひご覧ください。はい、ということで今回 VCM でお買い物させていただきました。この動画が少しでも面白いなと思っていただけましたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。